ベラルーシ国営テレビラジオ会社とは、ベラルーシの国営テレビラジオ放送局である。1993年1月1日に、ベラルーシオンテレビジョンラジオカンパニーの名称で、欧州放送連合に、正会員として加入したが、2021年5月28日に、会員資格が一時停止された。ベルテレラジオの電波等ベルテレラジオは6つの、テレビチャンネルを運営し、 うちいつつは、ベラルーシ国内に、一つは国外に番組を提供している。ベルテレラジオは二つの全国ラジオ放送と三つの地域 FM 放送を運営している。国際的な専門家とベラルーシのアレクサンドル、ルカシェンコ政権の反対派は、従来からルカシェンコの権威主義体制のプロパガンダの主要な道具の一つとして、国営テレビの名前を挙げている。 彼らはテレビ局が誤った情報で政治的抑圧の支持、選挙の不正工作、政権の批判者への中傷に加担していると批判している。BTRC のチャンネルを含むベラルーシの国営テレビチャンネルの局員と経営幹部は数回にわたって EU とアメリカ合衆国の制裁の対象となっている。ありがとうございます。